エアスピーダーが出るので、4系の武器を持って、エアスピーダーをもうぶち殺そうという、プレイをやります。さあ、ジャンプバック持ってないぞ。ジャンプバック持ってないけど、やります。4系の武器でね、もうエアスピーダーを撃ち殺そう。いますね。まず慣れないことするんで、ちょっと下手くそですけど。そして、これで撃ち落としたい。オッケー、当たった。これで撃ち落としたい。ああ。ちゃんと CP 絡もうね。エアスピーダーだけじゃないよ。CP 絡まないと。パーソナルシールド、とか全然使ったことねえぞ、俺。危ない。ああこれでも、あ、遠いな。近くまで来させて、近くまで来させて、くらえ、当たらない。エアスピーダー撃退。オッケー、おっしゃ、やった、4魚雷やった。こんな感じですね。こんな感じで、どんどんエアスピーダーを倒していこう。行こう。いや、ジャンプパックつけてない感じはすごい懐かしいですね。初期の頃ですよ、こんな。どこだ？ちょっと待って、エアスピーダーどこ？あー、取らないで。食らえドカーン。あっ、あれやった、切りやがった。後ろにいるっつに逃げて逃げて逃げて、オッケー。すごい立ち回りしてるな俺。あ、やばい、そっちか。いや、ビークル、なんだ、ジャンプパックないんで、移動が大変。さあ、まだいるよ、エアスピーダー。近づいて、オッケー、当たった。近づいて、このイオンニュートライザーを当てたい。難しいか、あ、やべ。落ちたー！